ローガン軍はアメリカ合衆国オハイオ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は45,858人であり、2000年の46,005人から0.3%減少した。軍庁所在地はベルファウンテン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ローガン軍はその全体でベルファウンテン小都市圏を構成している。名は ローガン軍の地域でインディアンと戦ったベンジャミン・ローガンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は466.77平方マイルであり、このうち陸地458.43平方マイル、水域は8.34平方マイルで、水域率は1.79%である。 オハイオ州で自然の最高地点である標高1549フィートのキャンベルヒルがベルファウンテン市の北東にある。ジェーンズフィールド郊外にある軍の歴史標識キャンベル、ヒル近くベルファウンテンのアメリカ国道68号線と同33号線インターチェンジからの眺め以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ローガン軍ズベルファウンテン中心外にある。 歴史標識、小二遺族指導者ブルージャケットの町があった場所を示す。ローガン軍は、下記17の軍区に分割されている。ありがとうございます。